来年4月7日後楽園で引退をします。復帰に向けて治療の方を行っていたんですが、回復の目処が立たないということで引退を決意しました。4月7日後楽園大会での引退試合をもってクネスが現役生活にピリオドを打つことに。長年このドラゴンゲートマットを支え続けてきたクネス、その引退ロードに花を添えるべく斉藤亮 GM からある提案が。お客さんにレスラークネスを少しでも感じてもらいたく、はい、どういうこと？メモリアルマッチ、はい、いかがかなと思いまして、お来月、うん、2月4日後楽園、はい、一夜限りの M2K セコンドクネスで、はい、やりましょう、ね、ました。そして何ですか？3月3日お、まさか同じく後楽園、はい、一夜限りのジミーズ再結成会でしょう。なんとクネスがセコンドとなり、かつて所属していたユニットが復活へ。前回の2月大会では M2K が復活、そして今回の3月大会ではジミーズが一夜限りの復活を果たす。今日からよ、地味なお前らはジミー進む、そしてジミー影取らな、ジミーズでせいぜい頑張れよ。これ2011年12月に試合に負けた罰として、地味ということを理由にジミー進む、ジミー影虎が誕生。俺たちと一緒にジミーやろうぜ。ここからジミーズは増殖を繰り返し、2015年8月ついにクネスも加入。固い絆を売りに、いつしか団体きっての人気ユニットへと変貌を遂げた。そして2017年、敗戦ユニット解散マッチに敗れ、惜しまれつつ解散したものの、その6年間の軌跡は団体の歴史に深く刻まれたのであった。クネス引退ロード、あの大人気ユニットが今宵再びリングへ。ジミーズ一夜限りの復活。ファイナルバーストアウトメモリアルマッチ、ジミーズ VS 望月正明、ドン・フジー、ドラゴン・キッド、新井健一郎、このまま市川。ブラッドウォリアーズの戸澤明、 DB 春子組とツインゲート王座をかけ敗れた横須賀進むとハゲトラ、そこから全ては始まりました。堀口健 HACB 最高ジミー寮、ジミーハゲトラ、メガネスタイルジミー神田、ジャージスタイルジミー進む、そしてジミークネス JKS、 クネスカラーの堀口健 HACB にオレンジの GM ではない斎藤ジミー竜王、さらにジミー神田、幅広い、そして20周年イヤーはジミー影虎、ジミー進む、ジミーズのオリジンです。
最後となります。クネスがいる、中央にいる、みんなのジミーズ、一夜限りの大復活です。さあこの気合い、これちょっと一言二言、いやジミーズ、うん、誰が何を発するかなんていうのもちょっと聞いて痛い気持ちにさせられます。ウェアジミーズの声から、さあ問題は青コーナーです。荒健登場、俺リーダー、俺よく喋るだけだ、さあ来た、クネスカラーのエクステンションで堀口元気 HA ジミー、このコールから始まる、これもジミーズから、またさらに一層脚光を浴びました。荒井健一郎とはホリモン2期生対決。さあ放送席、ナチュラルバイブス UT 選手、どうぞよろしくお願いいたします。ジミーズ、もうこれジミーズは何しろ UT 選手デビューの前から、そうですね、僕がね練習生の頃から、はい、まあ本当、ね、通路とかをね僕がやったりしてましたしね、あと何より、まあ、ミレナルズ帰ってた時に初めて構想したねチームがジミーズだったよね。そうでしたね、なのでなんか本当思い入れの、はい、の体勢、もう今 UT 選手あの入場の時ちょっとこう立ち上がって見てましたもんね。なんかすごいいろんなことを思い出したというか、やっぱり、ね、練習生時代の時は本当毎日のように聞いて、ね、やってました。もちろんあの解散の時もね、はい、見てましたし、あれが2017年9月の大田区体育館対ベルセルク、そうですね、ですよね、解散をかけた一戦。おーキッドとパンチは、ね、斉藤ジミー亮、斉藤亮 GM ではありません。そうですね、でも本当になんか久しぶりに試合してるとこ見てるか、本当に体だって分厚さすごいですもんね、ですね、変わらずそこはトレーニングしますか。殴った、いや、ね、やってました、やってました、よくやってました、よくやってた、はい、おなじみの光景、やられるのがまたキッド選手っていうところが、ね、嘘ですよね。1回もないんですよ、たった1回も、はい、そんなに精度が低い、でも当たったらやばいと思いますけどね、それだけの数字してましたね。でこうやってやり取りもあるんですね、腰のあたりにはジミーズの文字しっかり、しっかりね、みんなこうやってジミーズを、戻ってきた、あの両パチ先生っていうのもありましたね、そういうのね、本当におお、そんな見たことない、おお飛び込んでくるハゲトラのアッパーカット、まあ、進むと影虎のすす影から始まったわけですよね。そこがね、本当にあれ2011年とかですかね、2011年12月1日にツ、ねインゲート戦の時ですね、はい、ハルク、戸沢組に敗れて、負けたらお前らジミーズねっていう約束だったんですよ ね、その時はね、本当、まあ、ずっとジミ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 言われてて、まさかそれがね、チームになるとは本当に、でも本当に奇跡の逆手取りですよね。でも本当に言ったらそうですよね、だって結構ドラゴンゲートってやっぱユニットって結構移り変わり早いじゃないですか、はい、その中でもジミーズってやっぱ6年ぐらいあったんですかね、多分およそ6年ってことになりますね、長いですね、最長期間活動ユニットそうです ね、 ですね、まあ、ここはいっちゃんがやってまいります。いっちゃんも登竜門2期生3期生の進むとの攻防を踏みつける、飛び越える、届かない、微動だにしない進むです。ちゃんと見てなかったそうかもしれませんね、位置が、でも今、ね、もうメガネしてるから効くんか、これ一発振り出しましたが、あれ誰もどかない、あれ青コーナーソース感、荒健選手などはもう背を向けています。藤井さんがいたら絶対無理でしょ、いるいる、親方がジャンプ、ね、ジャンプしたらいいんですよ、乗り越えることできますか、いけますかね、これだいぶあの面積ありますけれどもね、はい、最後踏んでもいいんじゃないですか、そんなこと、おー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 、進むとともにならば大丈夫ってことなんですが、
大きな戦いには僕が必要でしょうといつもこのまま市川選手です。今日はでもクネス、ジミクネス最後だから、次いっちゃんケンケンパ行こうか。ケンケンパ行きましょう。やりますか。ケンケンパですよ。はい、みんなもう分かってますね。分かってます。ケンケンパ分かってますから。はい、ケンケン、やった。本当これいつも思うんですけど、はい、パワー、これ市川さんはどうやって行こうとしてるんですかね。これどうやって絶対パーしたら分かるじゃないですか。これってことにはなっちゃうんですけどね。僕はいつもこれどうなるのかなって見てるんですけど、いつか成功するのかな。どんな成功が待ち受けているかってことですね。もしかしたら、はい、本当に、さあ、そんないっちゃんがリング下に落ちた後はキッドが狙われます。あの寿司影の初試合の相手っていうのがキッド・パック組だったんですよね。あ、そうなんですね。でそこでジミーズが寿司影が勝ってるんですね。おお、なるほど。もうジミーズ広めるぞっていう宣言があった。それも懐かしい歴史です。そうですね。でもそこから多分ジミーズはすごい、ベルトも取って、はい、トランク取ってとかわーってきましたもんね。もうツインゲートは進む選手と影虎選手のタッグでは3回ですよね。なんかすごい取ってるイメージありますね。それからジミーズ全体でトライアングルゲート王座は10回取ってます。10回でもね、はい、その10回のうちの1回が多分ね僕たち取ったんですよ。そうですよね。中取ったで、ああそしてこれクネスさん、クネスも、いやもう、あっ、うん、いいでしょう、ね、これは、はい、いいですか。もうだってクラウドなんでね、はい、日常生活ないですからとんでもない。クラウドおかしいですけど非日常です。非日常ですからもう。その究極系、しっかりクネスとキッドの顔面。あ、もう新井さんが、もうやばいこれ。新井は大変です。キッドもそうです。こうキッド対クネスっていうのも、あのダークネスドラゴンが M2K ではありましたけれども、先月ね、本当にいろいろ UT 選手も思い出すんじゃないですか。なんでだからそのね、本当クネスさんから僕は、まあ、青木光を継承していただいて、はい、あ、これも懐かしい。懐かしいですね。なんかでも本当にそのクネスさんの光をね、本当僕はちょっとドラムゲートのリングで灯し続けたいなとは思いますね、やっぱり。いや、ぜひそうしてください。本当にいい技の方だったんですね。クネスさんもね、UT に合ってるって言ってくれて、はい、これブレンバスター投げたらどうなんですか。持ち藤もこれ投げられない。投げられない。一人だけ進むだけ。メガネまだしてた。メガネ紫がイメージから。おー、いたいたいた。今痛いぞ、急に。おー、来た。なると、来ましたね。さあ、皆さん、渚高楽、みんな手拍子。うん、今は叫べません。うわ、そして、おーおーおー、いける。足 OK。 よー、右腕踏んだってました。決まればこの太い腕手繰り寄せるのは気なふの技だー。いやー、もうこれすごい今更なんですけど、はい、ジミーズの時ボードあったじゃないですか。サイクリングヤッホーとか、はい、ジョンウーとか、はい、あれ今日作ってからよかったですね。うわー、顔面ゴシゴシ。大会前にも望月選手が話してくれました。材料覚悟しろよと。なぜか望月は本当に両者への当たり強いです。なぜかなぜか、まあ、歴史をたどれば藤井選手とは自転車兄弟ありましたね。あ、そうそう、ありましたね。嘘嘘、しかも殴った。一発ぶっ倒れてます。こんなんね、普通の社会だったら本当一発首ですよ。ほんまにGM 殴ってそうだ、リングパンチで、首を壊してやってられるか。このチーム最高ですね。リング上、リング上だから許される。本当ね、皆さん真似しないでくださいってことですけど、ね、本当にキッド選手が来ました。キッド選手もここのところは、まあ、神戸でエイタ選手にウルトラウラカンダナ炸裂させたりと、ありましたね。ありましたね。
ジャーマンスープレックス。でも上で謝ってましたね。ごめんなさいみたいな。でももう時もうすでに遅し。見えてないですか。ですね。GM には。GM には見えてます。一気に出てきました。進むです。進むもクネスとの絆。切っても切れない。この影虎ともそうです。最良との両スカもそう。あんなとは言わずもがな。そして堀口とも。常にメキシコ時代からということになります。パンダが来た。パンダと新井も同期対決。四面楚歌ならぬ5つの角度なんか、ね、ジミーズって本当誰と誰が組んでも連携技があるというか、本当にですからトライアングルの組み合わせっていうのも、ね、本当にバリエーションですよね。バリエーションありましたね。パンダをまとにかける。登竜門一世藤井親方、一世いっちゃん、おガッチリ北田真美子、王鵬から右腕、ラリアットからおきれいにおなマヒストラル、お時々奇跡を起こしますからね。いやでも今日は次奥さんもいいですよ。今日はいらない。今日はいらない。清水がね復活ですから、北田さん今日は奥さんっていいですよ。ここで主役の座奪ってしまうなんていうことになるとまた大変かもしれません。来た稲葉ウア。ジャーマンはなりません。投げられない。これは体の軸があまりにしっかりしています。松田選手、さあ藤井親方、これは今リバース DDT のようになった。投げを返していく。新井と影虎、綺麗に飛びますね。そうなると走り込んでのキック。痛い痛い、うん、ジャンボの勝ちからエクスプロイダー、これ来るじゃないですか。これキッドだ。キッドと進む。いかせない。素晴らしい。2人のドリームゲート戦も神戸ワールドでかつてありました。また来た。いや今昇竜脚の上に。そしてですね、ジミーズ2017年10月5日がファイナルでした。しかし戦う限り、男たちが燃えている限り、近いから、近いってことは、あってことはあれですか、できるんですか。いける。いけます。およそ4ヶ月ぶりの戦い、4ヶ月ぶりなんですが、そして今日もやめておいた方がいいんじゃないですか。うん、いやいや、そこでね、いや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 、ああああ、叩きつけた、あ、遠いですよ、はい、セッティングはこれいけます、これ十分だ。総量ロケット望月も突入しましたが止められず、まさにロケットジミーズの勝利。斉藤ジミー亮が勝ち取っています。ファイナルバーストアウト、クネスメモリアルマッチジミーズ編終わりまして、次はいよいよ本チャンネルあります。4月7日後楽園のクネス引退試合1試合のみとなりました。もう1ヶ月ですから、もう今日で皆さんの方に引退試合の対戦カードを発表させていただきたいと思います。引退試合はクネスの希望のカードでやってもらいたいと思いまして、カードの方は本人クネスより皆さんに発表してもらいたいと思います。はい、俺の最後の対戦相手は永遠のライバル、ドラゴンキッド。そして可愛い弟分の KZ。 その二人と対戦するのは俺たちクネスカだ。
それでは最後いよいよ来月の後楽園クネスの最後の勇姿皆さん見届けてください。 We are TV!でも本当に引退試合の対戦カードが発表されたわけですけど、はい、まあ本当に、まあ、引退試合にふさわしいカードというかいろんな歴史が詰まった試合ですよね、はい、絶対これはそうですね。だから本当に最後なんですね。なんか本当吉野さんの時もそうだったんですけど、はい、やっぱなんか試合終わるまで全然実感できないんですよね。だからまだあんまり僕もピンときてないですけど、まあ、4月クネスさんの最後の、はい、まあね、最後の夢って本人もおっしゃったんでその最後の姿を目に焼き付けたいと思いますね。本当にはい、俺たちがいいやー